今回なんですけれども、亀田製菓のお菓子で、亀田のあられ、サラダホープ、えー。1961年からのロングセラーのお菓子みたいなんですけれども、確かに新潟限定ということで、これをですね、うまさぎしり、新潟、新潟行った時に、えー、新潟駅のとこにあるビッグカメラで購入しました。まろやかな塩味、博多の塩、塩ということです。で、6袋、小さい袋が6 苦労になっているので少し食べたい時やホテルとかでですねビールのつまみだったりお酒のつまみだったりにすごくちょうどいいんじゃないでしょうか味もこの塩味で、えー、シンプルな感じになりますのでお米の美味しさ風味感じられながら塩味は程、えー、よく効いていてお酒につまみによく合いそうだなと、えー、つまみになりそうなお菓子で。 いいいでではないでしょうか裏のパッケージデザインはこのような雰囲気ですここにサラダホープについて書かれていますけれども1961年に発売したサラダホープ発売から60年以上新潟の皆様に支えられてきましたサクサク軽い食感ともち米の風味豊かな味わいをお楽しみくださいということです 原材料なんですけども持ち込め国産タイ産ということで国産メインのタイ産も入っているという感じです植物油脂食塩香辛料カツオエキスパウダー、えー、タンパク化水分解物調味料香辛料抽出物植物レシチンということですで内容量全体で 90g というふうになっています亀座製菓のお菓子なので新潟の ですねそれでは開けてみるとこのような感じで6袋入ってます大きさこのぐらいですね1袋の大きさはこのぐらいですはいで裏側のデザインこういうこういう具合になっていて個包装になっているという感じですねはいでデザインもこの中に入っているお菓子の雰囲気がすぐ分かるようになっているのがいいのとえー、原材料のこの 稲の部分ですねこの写真があるのもいいですねはいこのようなパッケージデザインになっていますそれではこれから開封してみようと思います それでは先ほどの小さい袋ですね1袋分全部開けてみるとこのぐらいの分量になります一回食べきりの量だとこのぐらいの感じですねすごくいいと思いますちょっとしたお腹空すいた時に軽く何か食べたい時にもいいですし、えー、おつまみにもちょうどいいとそういう感じですね横から見たところの雰囲気はこのような感じになりますそれではこれから少し食べてみようかなと思います えと外側の部分は割とですねパリッとしてるんですけれどもこの中の方を食べるとですねふわっとしたこの持ち米独特のこのおかきのですねふんわりした感じそれがすごくいいのとやっぱりこのお米の香りですねこれがすごくいいので美味しいですで塩の加減もそれほど強すぎずですねまろやかな感じでこの塩加減もすごくよくてお米の 風味を引き出すようなこの塩加減ちょうどいい塩梅ですはいでお酒ビールなんかにもぴったりとですね合いそうな感じのこの風味ですのでぜひ新潟の限定ビール風味爽快にしてと一緒にですね合わせてみるといいと思います先日これのですねえっ、ー、とサラダホープ枝豆味あったんですけれどもそれと 風味爽快にして一緒に飲んだらですね美味しかったので、えー、苦手いたら是非合わせてみてください最後にですねこの最後の1本風味爽快にしてまだありましてしっかり冷やしてあるのでこれをですね少し飲んでサラダホープ塩味食べてみようと思いますそれではビール注いでいきます はい、それではまずですねビール一口、うん、グラスも冷凍冷凍庫でしっかり冷やしてますでビールも、えー、しっかりと冷やした後に4に40分ぐらいですかね冷凍庫で追加で冷やしてます うんこのビール食べるのにちょうどいい塩加減でいいですね、うん、でここでビールうんやっぱりこのおかきですので ビールの風味を邪魔しないというところがいいですね。ビールを飲むときに、えー、麦芽の、麦芽ホップの美味しさを味わいながら、えー、最後の方にですね、この米の香りがするという感じですごく、ビールのおつまみとしてもぴったりで、このサイズ感もですね、すごくいいので、ホテルとかで旅行行ったときに軽く食べたいなというときにも用意しておくとですね、食べやすくていいと思います。で、持ち運びもできるので、軽いですし、 ご放送なのでちょっと旅行中に少し何か食べたいなとか暑い時塩分補給の代わりにちょっと食べるとかそういうのもいいと思います。